はい、ということでおはようございますですね、こと哲也田中です。さあ今日はおなじみネタドーンですねまた使っていきたいと思います。というのもね、これベータ版まではある方法じゃないとちゃんとスクリプトが読み込まなかったんですよ。で僕そのつもりで正式版になったこのねバージョン 1.1.0 の XCraft のね、EJet ファミリー、例によっておまじないをしたらばですね、おまじないをした時だけ正常に動かなかったんですよね。じゃあなしで行ってみようよということで、本当にちゃんと動くのかっていうところをねちょっとまず見ていきたいと思います。今日は EJet の中の E190 ですね、ちょっと大きめのサイズのアドオンになります。エラクが2410に変わりましたね。フライトプランリストから、はい、アクティベート、ラムウェイ01レフトビアマッセーブ4アルファ01レフトですね。向こうも01レフトアライバル、アーランダは経由しないで、でエルトムー7マイク U ルートでいかがでしょうか。あ、それだと途切れるんだ。はい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 、なら3ジュリエットでどうですか。キャンセルアライバルランウェイ01レフト、スターが3ジュリエットでつながんじゃないぽい。どうですか。あ、そうだね、そう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 、そういうこと、そういうこと。よし、ならパフォーマンスユニットに行きましょうか。オルタネートのフュエル1234、クルーズアルシュートが31000予定と、でクルーズのウィンドが319の22と。はい、まずはウェイトデータを読み込みまして、それをロードさせます。でゼロフュエルウェイト34350350、フュエルが4934で、テイクオフウェイト239284、テイクオフ CG が 20.3% と。はい、 OK。 で上りをね260で行ってほしい。ういこんなもんで、ガンデルモエンの天候がウィンド330@2、テンパラチャーは、あ、テンパラチャー入れなくてよかったっけこれ。あ、そう、これドライですね。はいはい、フラップス1で、テイクオフパフォーマンスの方計算しましょう。 TO1 だよね。はい、計算と、フラップス1ですね。で01レフトからのテイクオフ、テイクオフスピードが V1 から125132137。はい、送ってください。はい、 OK。 さあテイクオフ125132137ですね。はいはい、ピッチトリムが 1.2 の設定でいくという感じでございます。さあ FD をオンにしまして、7000フィートでは APU の方をつけていきましょう。お、APU も来ましたね。 OK ですね。ではグランドパワー切断いたしまして、プッシュバックの準備し始めていきましょう。一回ここまでまっすぐ行っていただいて、まっすぐ行っていただいて、ここから斜めみたいな、そんな感じで。はい、OK。はい、よ、お願いします。どうぞ。お、今日も赤いやつ？あ、赤いやつだ。Starting pushback, and you may start engines. はい。もうちょっと下がってから、エンジンスタートさせますね。
あ、そうだ、ちょっと気になったことやっとこう。これね、ちゃんとスクリプトが動いてるかどうかのチェックをするときに一番確実な方法、このディセンドの時の、まあ、どっかのフィックスで、まあ、アットアバブ何フィートとかあるじゃないですか。それをコードを変えてみる。これでちゃんと入ったら OK だと思います。まあ問題なく動いてると思います。これ前入らなかったんですよね、日本戦やってる時。まあ、もう何個かあるんですけどね、おまじないが必要な場合とかもうなんならこのアドオンはオカルトアドオンなのかっていうぐらいいろんなねことが必要になるんですけど。スタートナンバー2。ちなみに今日のサウンドは、ビルトインされている標準のものになります。なんかねサスルのアドオンなので、サスルがメイン制御のアドオンなので、なんかアドオンのサウンドすらもちょっと怪しいんですよね。まあ、なのでクリーンな状態で何回か試してっていう方法でやってます。標準のサウンドにしては結構ね、まあまあいい方だと思いますよ、僕。なんか過度に補聴してないのはいいですね。結構頑張ったんじゃないでしょうかね。スタートナンバー1。今ね聞いていただいている通り、キャビンアナウンスとかもね実は入っているっていう、これ標準のサウンドです。なかなかいいんじゃないでしょうか。あとねこれまあ、この X クラフトのアドオンに限らずなんですけども、僕のプリパレーションすごい早いんですよね。自分で言うのもなんないんですけど、なので結構ゆっくりやる方はこれなんでそうなんのっていうのがあると思うんですよ。まあ、それはもう遠慮なくねコメントとか、あとまあアーカイブ等々でね、ご覧になっている方はまあ、Twitch でご覧になっている方は Discord の中とかで聞いていただいてもいいですし、 YouTube のダイジェストでご覧になっている方は、ダイジェストのコメント欄でも書き込んでいただければなと思います。はいよ。 Thank you。フラップス1でしたよね。フラップス1のピッチトリムが 1.2 アップ。 OK。 レフトかな。うん、 OK。 どうもあざまーす。さあでは参りましょう。ちなみにこのオスロガンデルモエンから、ストックホルムアーランダーは実機のスカンディネビアの方は A320 ネオが、運行しています。これ E190 持ってたかどうかすらはちょっと怪しいんですけど、まあ、とりあえずリバリーあったし、まあいいやと思って使っております。 Approaching 01 left。
あ、APU 切ってないわ、なんで OK だって言ったなんかおかしいなと思ったらOn runway 01 left. チェックとテイクオフティオホールドエイディエイディロテイポスティブリティフィアスアップもうちょっと言うとこの横のパスも縦のパスもよくわからんティオエルナブオートパイロットエンゲージドここすらもちょっと怪しいですからねさすがのネタアドンでございますレベルチェンジマジェンタおー、えらい下げたなぁ、まあ。まあ、いいけども、怖いわ。相変わらず怖い。さあ、巡航コードの方に、コードの方合わせてしまいましょう。さあ、まあ、1000。スピーチチェックフラップスゼロどういうパスなんだっていうね感じですけど秋仕様になってるね秋冬仕様になってるねこの木々の色がいいねセットバロースタンダードパスティングフライトベル60あ待てよノルウェーかノルウェーはまだだそうだそうだノルウェーもうちょっと先なんですよねここです。セットバラオスタンダードパッシングフライトレベル71。7000でしたね。そうだった。北欧だし、まあ5000だろうと思ってたら全然違うかったというね。あれでした。Passing 10,000 feet. Running lights off. ちなみにですね、昨日でしたかね。昨日 Explain 自体にバージョン 1.2.1 だったっけ。まあ新しいアップデートが来ていまして、一応さっきね配信前に試したんですね。ただ RC2 版よりは良かったんですけど。あのねまだパフォーマンスのファインチューンには至ってないかなという僕の印象的にはあの瞬間的な FPS の上昇はあれどトータルにはつながってないっていう印象ですね例えばこの辺の数字とかは実はもっともっと出るんですよ今だいたい40から50で推移しているのがプラス10ぐらいは出てるただじゃあなんで戻したか今表記の通りベータ3に戻してるんですけどあのね重い空港に行くとかなりパフォーマンスが下がったんですねこれ普通に飛ばしている時もそうだったしリプレイ RC1 RC2 どちらともですねリプレイのクラッシュの症状を治したみたいな、ね、いう感じなんですけど普通の時の FPS がまだなんか本来のものというかね、そんなによろしくはない。こういう何もないところの
少なくとも FPS の数字上のパフォーマンスは上がっていると。ただ体感としてそんな上がったからすごいぬるぬる動くかっていうとそうでもないし、なんだろうなと思いながらやってたらですね、まあ地表付近に行ってかなりパフォーマンスが下がったということで僕は戻しているという感じになります。まあ、環境によっては良くなる人もいるかもしれないなぐらいの道付けですね、僕的には。 A1020 コンピューター、はい、フラップス5でのアプローチ、VLF123 の VPAP が128で、ゴーアラウンドの際はフラップス2まで戻すという感じですね。はい、ですね、はいはい。アプローチスピードはちょっと変えておきたい。210でいいけども、フラップス1で190、フラップス2で170、フラップス3で160、あとそのまんまで OK です。はい、 OK ですね。雲もそんなに出てないのでおやおおおかしいな。お、いいですね。10で、109でシマル9にちゃんと変わりましたね。004にも変わりました。OK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 。パス、はい、パスモードになりました。さあ今日はどうですか。はい、パスも一応降りてきました。フライトレベル100にテンポラリーで、セットしております。さあ今日は、はい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 、おーおーおー、下ろうとしてるね、下ろうとしてるね、下ろうとしてる。バッチリですやればできるじゃないのこういう当たり前のことができるまでサスルの制御ってトリッキーの極みみたいな感じのあとこの間僕が、ね、ショートでも切り抜いたあなたのパスの作り方が分かりませんってやつは、あれはどうやら、この X クラフツもそうだし、あとフライトファクターのアドオン全てですね、が使っているナブデータの形式にもよるというのはありましたね。これフライトファクターの、ね、B767 のフォーラムの中で、なんであんな ILS のパスがブレるのっていう話題が出てた時に書いていたので、あれもしかしてと思って、まあ、今日ね、エアラックの更新あったじゃないですか。で見たら、あ、E-Jet もこのGNS430 っていうね、ほぼほぼ10年もののアンティークのね、ナブデータで、方式を使っているので、まあ、そいつだろうというのはありましたね。なんでそれを言ったかというと、Xplane 12になって特にネイティブのナブデータの方式の ILS のパスですね、普通のサンドパスの作り方がめちゃくちゃナチュラルになったなと思ったんですよ。これはもう11と並行で比較しても、もう全くの同条件で比較しても結構明らかで、11の場合どっちかっていうとこのね、 PFD のパスを当てにするというよりはもう目視でパピーを見た方が全然いいっていうぐらいのパスだったんですけどね、どのアドオンもそうだったんですけど、ただ12のネイティブの形式は結構ナチュラルなパスになってくれているので、例えばジボモッドとかトリスなんかは本当に普通に下ろせるパスなんですけど、一方でそれ以外を使っている GNS430 っていうね、フォルダの中に入れているナブデータを使っている機体っていうのはまだ旧来のパスの作り方なので、まあ、それが原因という、説が有効です。なので ILS なのに本来はこれだけ見てりゃいいのに、まあ、お察しっていう感じのナブデータの形式なので、ランウェイのパピー見ときます
ありがとう。OKOK。まあ、スピードはどうにかなろう。A アプローチスピードアクティベーテッド。ラプス1。さあ、ではファイナルに入りましょう。アプローチモードプッシュローカライザーキャプチャード。今で90ウィンク。あ、いいね。いい感じ、いい感じ。004ですね。相変わらずここのパス、もしかしてめっちゃ適当？適当っぽいな。ラプス2。ウーサーソンの500グライドスロープキャプチャード。あ、違うわ。ラプス3。あ、何もかも忘れてるぞ。この辺うん、やっぱりこの辺のパフォーマンスはこっちの方が全然いい。ベータ3の方が全然いいわ。ラプス5ESOW の ATC が出てるの。どこどこ ESOW のタワーってどこしてる。オッケー。ドロットしますと。ドロット。ディサームド。1000。チェックド。オートパイロット。ディスエンゲージド。チェックトゥチェックトゥApproaching minimums. Checked. Minimums. Continue. Minimum. Glide slope. Set. Glide slope. Set. Glide slope. Reset. 100. Glide slope. Checked. Glide slope. Glide slope. 50. Glide slope. 40. 30. 20. 10. Speed break up.リバースノーマル。あ、そうだ、ブレーキ効かないんだ、これ。60。もともとマニュアルブレーキだけど、マニュアルブレーキング。よし。うん、やっぱりある程度近づいたらパピの方が全然見やすいですね。どういうアドオンなんだ、これ。ランディングレートがマイナス 163fpm1.1g、うん、全然
僕が目視した方が全然良かったですね。え、なんかめちゃくちゃずれてない？ずれてない、ずれてない、めっちゃずれてない。ねえ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 、え、反応してる？ああ、反応してんのか。ほんとかね、こんなずれてんの。はいよ、ほんとかね。はい、ブロックアウトからの時間が57分、そして、フライトタイム41分、トータルの距離240マイル、ランディングレートがマイナス 163fpm、 G フォースが 1.1g、タッチダウン時のスピードが124ノットということで、実はめちゃくちゃ良かったですね。最近のランディングの中では一番良かったですね。ずーっとあの GPWS になってましたけど。あれはね、このアドに関してはもう無視していいものなので、はい。タッチダウンポイントが、豆腐ちょい手前ぐらいと、まあかなりローパスで降りましたからね。まあそのおかげで予想外に減速できて、かなり早めのね、誘導路から出れたという感じでしたね。ほら、パスをこうね、当てにしてない方がいい姿勢で降りれてるっていう。スラストの操作も結構丁寧なんですよね。ランウェイの方だけ向いてる時は。このアドオンは本当にパス見るともう大怪我するので、マジでね、急に変わっていくんですよね。まあ、合わせるのは僕が何回か飛ばして中で、合わせるのはもうどうでしょうね、700フィートぐらいまで。あとはもうあのパピを当てにすると。まあ、先ほども言いましたけども、今日使っているバージョン、エクスプレインのバージョンは、以前までと同じ 1.2 のベータ3になります。最新版のこの 1.2 の RC3 も試したんですけども、特にこのね、リプレイのフェーズでかなりスタッターしてたんですよね。うん、で RC1、RC2 のあのフィックスは何を注視したかっていうと、リプレイ中のクラッシュ、結構いろんな人から言われてたクラッシュですね、それの、修正に当てていると。まあ、リプレイの安定性ですね、言ったらね、再生中、あるいはまあなんかこう、多分ですけど、大体落ちてる人見たら、このシークバーをバーってこうね、ドラッグしてるんで、それだとね、エクスプレイン12、大体落ちるんですよ。僕的にはどっちでもいいっていう、感じのフィックスでしたね。まあ、だからかは分かんないですけど、変わらずね、結構リプレイ中ってちょっとスタッターしやすいですよね、12って。だそっちの、リプレイの再生の方の修正は入ってないっぽいので、まあ急いでアップデートする必要ないかなと思うし、僕的には先ほど言ったこととも被りますけども、パフォーマンス面でいくとベータ3が最新、この 1.2 系統のアップデートでは一番いいので、いろんなアドオンでね、パフォーマンスがいいので、そこでしばらくはいようかなとも思ってます。RC3 がちょっとあまりにも
この地表付近のパフォーマンスを悪くしてるというか、なんか僕はそういう印象があるんですよね。もちろん RC2 より全然いいんですけどね。 RC2 はもう 5fps とか 2fps とかになったりしたので、ね、それこそ地表だけじゃなくて飛んでる時も、特に飛んでる時が多かったかな。僕的には RC 版よりもベータ3、あのベータの一番最後のバージョンがいいので、あの戻したといい感じですね。ということで今日は、北欧線ですね、ノルウェーのオスロ国際空港から、スウェーデンのアーランダ空港までやってまいりました。